ということで、どうも、おはろばんは、せつです。では、レイヤーズ・オブ・フィアーの続きをやっていきます。ちょっと風の、なんか、隙間風の音が響いてますね。さあ、どこに行こうかなっていう感じで、こっちがね、そう、空いてて、なんかこう、通れるようになって。ちょっとね、心拍数がやばい。うわ9かよ、もう9かよ、もうっていうか、さっきと同じパターンじゃない。なんだよ、おい、1分も経たずに俺をビビらせにかかれてどういうことだよ。くそ、舐めやがってこの野郎待って、っていうことは、奥に行ったらまたドーンってくるタイプのやつだよね。もうこっちに行くわ。なんでプロペラ落ちてくる？電気。あ、待って、やばい、もうやだ。やだ、怖っ。うわ、えぐ。うっそ、それ投げてくる？それ反則でしょう。いや、あんな当たったら、おい、ひとたまりもねえんだけど。ちょっと待って。もう喉が枯れてきた。ちょっと待ってとかしか言ってない。大丈夫。あのね、ダメだ。恐怖に陥っちゃダメ、こういうのは。冷静に行きましょう。俺マジでビビんないからね。面白くないと思うけど。あ、なんだ、ここ知ってるわ。はい。開けろ。開かないか。もう、いいよ。もう、ここ知ってるから。どうせお前だろ。はい。自動ドア。で、ここに、鍵があるから取って、つけて。はい。もう、俺ちょっと苛立ってるからね。さっきのドーンで。1分も経たずにビビったのはちょっともう嫌だわ。あ、ここにある。これ最初の部屋にあったやつだね。愛の断片。はい。今のうち探索しようか。中には？ああ、壁ドンうるさいよ。うん。小さい子供？ああ。え、子供いたの？ああ、消えてる。開かないんだよね。ああ、こんだけか。はい。で、お前だね。じゃあ、ここの、待って、大丈夫か。ああ、ここも大丈夫か。ああ。おい。ああ。ビフォーアフターの部屋ね。レコード拾って、つけて、で、回す。回すのがむずいに。ちょっと待った、これ、確か、ここ。あれ？あ。義足。泥棒。すげえ漁ってる。え、もう終わった？で、もう一回回すと逆再生みたいな。あれ？違ったっけ？もう一回。
あれ？あれ？ちょっと待って。あ、逆回しか。ね、こう汚いんだよね。まあまあまあ、火事だからね。火事の出来事。容器とプラスチックのチューブが必要だった。ガソリンをサイフォンで吸い上げたことがあるから容量は分かっていた。チューブを血管に突き刺し、口の中に血が上がってくるまで吸った。それからチューブを容器に入れると彼はひたすら流れ続け、あとは、鉄の味が一晩中消えなかった。何やって、なぜ注射器を使うことを思いつかなかった。何やってるのこいつは。これただの血液か。あれ出れないんだが、回さないとか。ん、あれ逆、あれ、ちょっと待って、あーね、ビフォーアフターですね。なんということでしょうってね。じゃあ先を過ごっか。オッケーオッケー。二つ目。これはあれ、これ犬かな。犬、うん、かな、わかんないな。で、これは、最初にキャンバスを探した。そこらにある、ただのキャンバスじゃない、ナイフを探した。そこらのあ、これはあれか。その、前置きっていうのか。あれか。あはは。で、あと恐怖体験が4つあるっていう感じかね。もう、耐えられるかわからんわ、これ。面白い。え、こっちでいいかな。ちょっと待って。あれ見たことない。あ、打ち付けられてるか。あー、こういうゲームってほんと銃が恋しくなるね。まあ銃あっても意味ないけどね。おっとい、なあ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 、どうした、どうしたピアノ。そんな逃げなくていいじゃん。一体誰が弾いてるんだ。あ、ちょっといけないじゃん。おい、鎖な、そんな変態プレイが好きなのか、このグランドピアノは。暗いな。クライシス帝国。ああ、ここ懐かしい。あったね、これ。出た出た、これなんとなく覚えてるよ。はい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 。あれで、どうするんだ。え、でもここは俺知らないんじゃないかい。あ、知ってるわ。ね、いけない。ああ、いけたんだ。鍵、
9月、あ、違う。なんで俺9月って全然違う。忘れないで。6月ね。はい。戻るのかな？おー！ 2 回目です。これはルナくんが、体験したやつだからね。俺はプレイしてないからね。あー、チックショー、マジやられたわ今のは。あー、この野郎。あ、なんだよ、今度はなんだよ。え？ん？え？お？え？悪趣味？あー、手汗が？あ、戻ってきたな。あー、本で行けなくなってる。こっちかな？そっちと、こっちは？さて、人間は迷ったとき、右と左、どちらを選ぶ？左ですね。ここは左。ね、よくこうね、人間迷ったときね、左とか言って、とか思わせて右とかっていうね、パターンが多いと思うからね、俺は、その、心理ね、基づいてね、やっていきます。待って、ちょっとね、俺知らない展開なんですよね、でもこれ。あははー、へへー、へへー、はいはいはい。なんだこれ。下に降りてきただけかな。何もない。もうね、変なとこ、変なこと言ってないとね、ちょっと持たないんですよ。大丈夫かな？大丈夫。何も起こらない。あ、耳鳴り、痛い。あ、うるさい。やめろ。ちょっと、ね、ちょっと本当にうるさいんだから。痛い。イヤホン痛いんだって。ヘプサイ4。ちょっと待って。ループしてる。大丈夫な、ありゃ。いや、ちょっと、勘弁して、マジで。もう終わって。ちょっと、勘弁して。待って、戻ればいいの？戻るか？戻った方がいい？ちょっと待って。よし、戻ろう。覚悟を決めた。戻る。戻ったら絶対何か来ると思うからね。電話が、電話落ちていった。やばい、怖すぎて、ちょっと笑いが。最後の晩餐かな、あれ。ちょっと待って。下に、電話が壊れた。下に降りてきたじゃん、俺。何これ、どうなってんの？螺旋階段？まさかの。ちょっと待って、今度はどこに行くのかな。もう疲れた。もう嫌だ。嫌だよ。ドーン、ドーン、ドーン、ピカピカ。ちょっと。ドアだけど、これ罠でしょ、罠。罠じゃない。ちょっと、ざわめく。ちょっと、水飲む。叫びすぎたというか、なんかもう、声を出しすぎた。何これ、ワイン？うおぉ！まあ。ねえ、そんな感じだったね、今の。いやーもう、はい。知ってる？ここ。あれ？知らない？ここ。あ、知ってる？ここ。忘れてたわ、もう。いや、っていうかね、部屋がちょっと違うから、展開もなんか違ったりするんですよね。悪い思い出。今がそうだよ。電気つけましょう。え？ああ。ん？これは？ああ。バタバタ言う恐怖、静かにしよう。ずっとバタバタ、他のネズミ食ってる？
ああ、畜生、やられたー。やられたー。ああ ちょっと覚えてない。ちょっと待って、覚えてない。どうしよう。ダー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 、ウォーウォーウォー。おうおうおう。あ、あ、あ、動けない、動けない。あ、なに、引き戻された。ちょっと待って、なんかいるじゃんか。待て。お、あ、お、お、あ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 、え、ああ、鹿さんが異空間か。いや、異空間だけどさ。なんだ、あ、ホープイズない、なに、心が希望が心を殺すか。何を馬鹿げたことを。超高校生級の希望なんだぞ、俺は。あれ？こっちか。下へもあります。もう、嫌だよ。やめてよ。いい。ああ、何？諦めろ、できるうちに。まあ、お前なんかまたいいんだろ、ほら。あ？なんだ？弁護士？ああ、ここは覚えてる。ああ、ここは大丈夫だ。違う。違う。なんすか？知らないよ、これ。え？あ？え、なに？待って、待って、うわ、待って、ネズミ缶、ネズミ缶。あー、狭い。ワイン？あ、ライトじゃねえ、マッチ。これは何ですか？蛇口だ。ひねる？もう開けた瞬間ドーンとかってさ、ほんとやめてよね。大丈夫か。あ、ここは知ってるぞ。はあ、やっぱそうか。あ？ああ、人形だね。そんだけだったよね。ん？こっち行けなくなってない？あれ？うわ、鍵閉まってる。こいつ何かしないと思う。ああ、これか。静かに浮くやつら、やつらが排水管を詰まらせている、水の中に毛皮がもう風呂にも入れない。よし。溶けていったな。ん？ん？他にもない、なんかあんの？あれ？え？あ、え？ああ、そういう感じ。わかんない。鍵？やばいな、どんどん口数が減ってきてる。こういう時が一番ダメなんだよね。はい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 、全部鍵閉まってるパターンかな。で、最後ドーンでしょ。あれ？あ、ここか。はい。はい。はい。あれ？で？お、なんだ今の。え、なんだ今の。お？いや、ここは知ってるよ、でも。待って、ちょっと展開が違うんじゃないかい？
待って待って、ちょっと展開が読めないぞ。おお、すごい。あー軸歪められた。さこい、ちょっと、地下っすか。地下、あやも地下とかさ、地下とかもうね、ちょっと喉がカラカラなんで、あ、なんだ、知ってるわ。はい、いや。ね、ここは知ってるからね。確かね、何かあったんだよね。無重力状態になるんだよ。ほら、すごいね、これ。すげえ軽々。おう、え、まだ？もういいでしょ。てかどうやって鳴ってんだよ。終わった？まだ？長いな。終わった？やっと終わったか。それなん？骨から肉を引き剥がさなければ、最初はどうすればいいのか途方に暮れて、やがて手の甲で切り落とした。煮込んで骨を乳鉢、こんなことするは紛れもなく初めてやったから乳鉢かな。手の入れる最後に、粉、骨の粉、素敵な地下。完全にサイコパス化してるからね。骨を手に入れました。あー喉がカラカラだ。しゃべりすぎたっていうか、今回は声を出しすぎた。じゃあこの骨をね、納品して終わろうかな。はい。さてと、これは変わってないな。OK。この次もやってて、その次ね、確か5つ目。5つ目は多分やってないと思うんだよね。ということでね。今回の、あれはなんだ？失敗したらどうする？はい。じゃあね、今回はここで終わりたいと思います。また次回、見に来てください。ちょっとね、疲れたね。やっぱイヤホンやべえわ。俺これ VR でホラーゲームやるの、多分。いや、頑張ろう。それじゃ。またね、最後までご視聴ありがとうございました。またね。